ミラクルトレインは、鉄道駅を美麗男子に擬人化した漫画、ライトノベル、および、そこから派生したプロジェクトである。中央線をモチーフにした、中央線版と、都営地下鉄大江戸線をモチーフにした、大江戸線版が発表されている。ミラクルトレイン、大江戸線へようこそのタイトルで2009年10月から、同年12月まで、テレビアニメが放送された。 鉄道駅をイメージした男性擬人化で登場人物のプロフィールにおける青年月ピア住所は当該駅のものと同一となっている。彼ら一人一人のキャラクターにはそれぞれの駅のエピソードが反映されているのでそれぞれの駅にちなんだ知識を高めることができる。なお、擬人化された駅たちは駅面と呼ばれる。企画の考案者は実業家の有馬秋子で彼女が集めた 女性7人が企画の中心を担っている。キャラクターデザインは、カイト・モヒサが担当。当初3人の候補がいたが、乙女ロードで歩行者にアンケートを取った結果、カイト・モヒサに決定したという経緯がある。またテクノバンドスーパー・ベル・ゼットの車掌 DJ ことや、ガツ・タカヒロも指導運転手として、プロジェクトに関わっている。ミラクル・トレイン中央線へようこそのタイトルで、書く メディアミックスが進行中。メインキャラクターとして、東京、新宿、中野、吉祥寺、立川の各駅を擬人化した5名が設定されている。2009年2月28日に公式サイトがオープンし、同年3月2日より、ウェブコミックし、4番にて、ウェブコミックが連載開始された。またノベルも3月16日より、4番で、連載開始。 その後、ウェブコミックとノベルは4月23日に公式サイトへと移籍した。作者はイーストカフェ。なお、ノベルでは話の冒頭にイントロダクションボイスが入っている。またウェブコミックは話に関連した鉄道トリビアが傍らに書かれているので漫画を読みながら鉄道関連の事柄に詳しくなることができる。2009年4月10日にアニメ化が発表されたが、 テレビアニメ化が決定したのは後日の大江戸旋盤であった。しかし、同年8月17日開催のコミックマーケット76初日、ミラクル、トレインブースにて、ミラコレミラクル、トレインアニメ DVD& ドラマ CD、スペシャルコレクションが発売された。詳細は、OVA、ミラコレを参照。大江戸旋盤が発表されて以降ウェブコミックの連載は途絶えていたが、 2009年10月6日より再開した。メインキャラクターの5人は、ウェブコミックノベル OVA のすべてに登場する。ミラクルトレイン、大江戸戦へようこそのタイトルで、各メディアミックスが進行中。メインキャラクターとして、都庁前、新宿、六本木、汐止め、月島、両国の各駅を擬人化した6名が設定されている。 2009年6月2日に公式サイトがオープンし、ウェブコミックとノベルの連載が開始された。ウェブコミック作画はホズミリア、ノベルテキストは関良子が担当。また、6月10日発売のアニメ情報誌、パッシュ、2009年7月号より、オールカラー4コマ漫画の連載が開始されている。作者は、ウェブコミックと同じく、ストーリーを、イーストカフェが担当し、作画を、 ホズミリアが担当。漫画は中央線版と同じく話に関連した鉄道ドリビアが傍らに書かれているので読みながら鉄道関連の事柄に詳しくなることができる。2009年8月10日にテレビアニメ化が発表され、同年10月から12月にかけてテレビ、東京系列他で放送されていた。詳細はテレビアニメ、ミラクルトレイン。 大江戸線へようこそを参照。2009年9月18日から10月17日の間、実際に大江戸線内でテレビアニメの絵柄がラッピングされた車両が走っていた。また9月29日から10月5日の間には、主要キャラクターたちのそれぞれの駅他に巨大な番組宣伝ポスターが貼られていた。その後、 12月22日から2010年1月11日にかけて大江戸線モバイルラリーと題して主要キャラクターたちのそれぞれの駅に巨大な番組宣伝ポスターが貼られていた2010年12月に舞台版が上演された詳細は舞台ミラクルトレイン大江戸線へようこそを参照メインキャラクターの6人は漫画ノベルテレビアニメのすべてに登場する 中央線版のキャラクター、大江戸線版のキャラクターというくくりは特にない、ゲストキャラクターたち、大江戸線の各駅が乗車している電車。外観は、通常の大江戸線の電車と同じく、12から000系の4次車を採用している。しかし内観は1次車を採用している。これは1次車好きな車掌が、4次車の内装を改造しているためである。 戦闘車両は一両丸ごと車掌室になっており、車掌と徳川と六本木と月島以外その内部を知る者はいない。しかしテレビアニメ第7話において車掌がバスローブ姿で車掌室から出てきたことから風呂があるらしいということだけはわかっている。さらに、同最終話において六本木と月島が車掌室に入ったシーンがある。 悩みを持った宿所が乗り込んだ場合、その悩みが解決されない限り降りることができない。しかし駅たちと一緒ならば、降りて実際の駅周辺を散策することも可能である。その後、悩みが解決されて一人で降車する際に、乗客は自動的に乗車した時の時間に戻される。すなわち、通勤途中など急いでいる乗客でも時間をかけて、悩みを解決することができる。 一生に一度会えるか会えないかというほどに珍しい電車であり、それが奇跡の電車と言われるゆえんである。なお、ミラクルトレインに遭遇したなどの言動を他人の前で行うことは車掌によって固く禁じられている。ミラコレミラクルトレインアニメ DVD& ドラマ CD スペシャルコレクションとして2009年8月17日にコミックマーケット76の 企業ブースで発売されたイントロダクションアニメ DVD とドラマ CD がセットになっている。このイントロダクションアニメ DVD は約1分間ではあるが中央線版のアニメ化であり、アニメーションスタッフはテレビアニメ版とは多少異なっている。なおドラマ CD はイントロダクションアニメ DVD の続きになっている。キャストは中央線版の各メインキャラクター。 大江戸戦版のアニメ化作品。2009年10月から同年12月まで、テレビ東京、テレビ愛知、テレビ大阪他にて放送された。ウェブコミックでは擬人化された駅たちしか登場しないが、テレビアニメではほぼ毎回ゲストの女性キャラクターが登場する。このゲストキャラクターたちの悩みを解決するという、オムニバス形式で話は進行する。都市伝説、ミラクルトレイン。 東京の地下鉄には出会えた者にきっと幸せが訪れる奇跡の電車が存在するという。一人の宿女が解説を通ると表示されたのは Welcome to the Miracle Train の文字。気づかずに乗り込むとそこには他の乗客が存在しない異空間が広がっていた。不思議がる彼女に話しかける6人の男子たち。ようこそ。ミラクルトレインへなんと彼女は出会ってしまったのだ。 奇跡の電車に、悩みを抱える淑女しか出会うことのできないその電車には、美麗な6人の男子たちが乗っていた。そう、6人の駅たちが、放送日は、テレビ東京に準拠する2009年11月以降、ランティスより、キャラクターソングが発売されるほか、キューティーズより、女性用ビキニショーツが数種類発売される予定。なお、プロジェクトでは唯一 JR 東日本と、 東京都交通局から商品化の許諾を得ている。2009年10月5日より、テレビアニメ公式サイトにて配信が開始された。パーソナリティは、六本木主役のケンと、車掌役の藤原敬司。なお、過去配信は3回分までとなっている。ちなみに、スーパーベル Z がパーソナリティを務めている、ネットラジオ、鉄音アワーと同様に番組を列車に見立てて、配信している。 大江戸戦クイズ、鉄子の部屋、ふつおたの3コーナーの3つで構成されている。放送時間は30分。ただし最終回のみ55分。大江戸線沿線のグルメを競い2人がクイズ対決をする。鉄子の部屋では、宿女、時事紳士の悩み相談、ふつおたでは主にアニメの宣伝や投稿者からのアニメの感想などの放送を行っている。なお、最終回のみ、 アニメート横浜店にて公開録音された。舞台版ミラクルトレイン大江戸線へようこそ2010年12月8日から15日にかけて全労祭ホールスペースゼロにて全12公演が行われた。舞台版ミラクルトレイン大江戸線へようこそセカンドアプローチ2012年4月13日から22日にかけて全労祭ホールスペースゼロにて 全15公演が行われた。夜のミラクルトレイン、大江戸線へようこそ、スイートドリームエクスプレス2012年12月28日から30日にかけて、新宿フェースにて、全6公演が行われた。ミラクルトレインのアバター衣装が、ヤフーアバター、チップやタウンといったコミュニティにて利用することができている。ありがとうございます。